夕暮れ時の鉄橋小備鉄橋、旧正、番所正番小橋は、台湾ウリンケン古備鎮にある、日本統治時代に建造された台湾東京講師の、東京鉄道の鉄道橋。都南線の廃止後は、ウリンケンの文化資産に指定されている。登録名義は、小備東省鉄橋。台湾で現存する唯一の参戦軌道による、鉄道橋でもある。 コビ鉄橋は1907年の開通当初は木造橋として建造され、日本統治時代になると大日本政党が出資したコビ政党所への鉄道でのサトウキビ輸送のために、鉄道路線が開業後もコビ軽量岸の統治住民の往来に使われていた。その後輸送量の拡大や戦時下での安全確保のためイギリスのウェストウッド社へ設計を依頼し、1931年に 鉄鋼素材のトラス橋へと生まれ変わった。砂糖キビ輸送のほか、数年後には旅客輸送営業も行われるようになった。三連トラス橋で台湾で唯一解体可能な橋梁。全長437メートル。小尾鉄橋は23の橋脚下に22の橋梁が掛けられ、それぞれの桁構造は同一ではない。日本統治時代の素材加工、構造設計。 技術によるもので当時の混合式で建造された鉄橋の面影を残している。鉄筋コンクリート構造の石杖板、構成橋梁や鉄道施設からギータの歩道橋で構成され、川床の,の地形変化由来する橋脚部の石杖板の違いによって、場所ごとにスペーストラス桁、平面トラス桁、I 型項、H 型項の4種が使い分けられている。鉄道部分はレール、 枕木、それらを固定するクリップで構成されている。1907年当時は全長300メートル、11の橋脚と10の桁で構成されていた。橋脚間の幅は不均一で最北端のものが最長だった。鉄橋は高さが異なる3種の桁が採用され、高さのあるものは上横構え付きのワーレントラス。 低いものは左右の種が前のみで構成されたポニートラス。南岸側はガーダー橋で、全体像は非対称なものとなっている。1906年コビ製糖工場の設立許可が下され、原料輸送のためにこの橋が建設されることになった。当初は木造橋にナローゲージの軌道のみが付設されていた。翌1907年に竣工し、製糖工場の発展とともに、 市街地も繁栄するようになった。1910年、台湾総督府交通局鉄道部は他里切りから5県の旅客輸送を大日本政党と共同で運営するようになった。当時の政党工場、大正門から北に400メートルのところに貨物駅を設置し、中間線の列車が都南駅から小尾に直通で乗り入れが可能なように762ミリメートルの 軌道の外側 2067mm 用のものが増設された三線軌道となった。その後、都火事の安全性と輸送量増大に対応すべく1931年に桁が構成のものに取り替えられた。第2本政党が英国ウェストウッド社に設計を依頼、日本の建設業者黒い田組が試行を担当した。一部は、汽車製造が製造した桁を台湾に持ち込んでいる。 ガーダー橋には、汽車製造の名板が残っている。三区画に分かれて、解体、再建が容易な構成の桁とガードレールを備えた、格子トラス橋に置き換えられ、同時に、南側の起点が西側に70メートル移転した。一説には、北から三つのトラス橋桁は、日本国鉄東海道本線のもの、あるいは、 新朝時代の重艦線改良時に不要になったものを4から6つ目のガーダーバシは重艦線の二陣形をまたぐ二創業傾向で初代に使われていたものを流用したとされている。1942年台風で損傷。番所昭和小橋1945年終戦とともに国民政府が接収し大東の管理下になった。 1953年コビ鎮石油林県の議員だった王元聖が県政府に鉄橋に歩道を併設することを提案。県政府と鎮校所が共同で資金23万入体ワンドルを拠出し、翌1954年に右側に木造橋が設置され、列車と歩行者の往来を分離した。歩道は2から3人が通れる程度の幅だったが、コビ系両岸の交通の要衝となり、 小比市街地と南岸の港南座と、シュゲル書、竹囲い湖地区を結ぶ、ハブ機能を担った。番所小番小橋はこの時に発生した俗称。水害と再建。ありがとうございます。